そうのね、始めようぜ。はい、ハーブリアルアイセン喋ってました今全然聞いてなかった。あ、じゃあやってみましょうかね。でももうこれ矢野さん、これかなり強いね。おっと、相手の攻撃。何せめちゃめちゃ強い。ここ相手の攻撃って。これどうしよう。2人もなんかアドバイスあったらもうじゃんじゃん。寝るとかないですか。あのできることなら勝っていただきたい。さあ、イラミン選手の様子を伺っております。防御とかもしておいた方が。一体どんな手を使ってくるのか。絶好調だぜ。だって絶好調って言われる。絶好調、なんか下剤とかないんだっけ。調子悪くさせるものないのか。じゃあさあ睨み合っています。はい、じゃあまあこれ魔法打ってみましょうかね。メラミを。おっと、メラミが、おっと、これは相手の怒りを買ってしまったか。本当に強いってどういうことなんだよ。ここは回復を選んだ。調子がいいんだ。おっと、飲んだ何か。何か飲んだよ。細工をしたのではないか。これ試合中も飲んじゃうんですね。やばい。いくらでも、いくらでも今回は試合中飲んじゃう。あいつやってやがるぞ。本編よりやべえやつになってるじゃん。あああ、ゲーム選手うまく攻撃をかわした。これチャンスじゃないですか。どうしよう、こいつドラゴンってことじゃないもんな。ミラクル、あ、ミラクルソードだな。あ、なるほどね。なるほど。回復しながら攻撃。必殺ミラクルソード。ちょっと回復しつつもね。おっと、道具まで使うの。器用な一面を見せてきます。司会者怖い。すごい司会者だね。クオリティ。杉田が器用な一面を見せてきます。笑ってるだあいつ。余裕の笑みです、ハンフリー選手。はい、じゃあちょっともう一回殴ろう。ここは格殺攻めていく。あった。うわー、うわー、弱いし、もっと弱くしとけよ。絶好調ですからね。絶好調です。チャンスじゃないですか、ここですね。いつにも増して絶好調です。おっと、魔法で攻めていった。効果は抜群だ。また飲んでる。また飲んでる。今日はね、いくらでも飲むよ。ちょっと防御しとこよ。すごい、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 すごい。防御してなかった、言ってるじゃないか。ここでイラミン選手ゾーンに入った。ゾーンに入ったから、ちょっと回復だこれ。そうですね。やばい、 MP が、 MP が結構少なくなってきましたよね。なかなかに苦しい戦いか。 MP がですね、道具を見ていただくと。あー、一応一応使っとくか。おっと、ここでイレブン選手も道具を使って。笑ってる笑ってる。おっと、その様子を。笑ってる笑ってる笑ってる。サンフリー選手、こうおすすめの技とかあるか、ヤギさん。そうですね、まあ、ゾーン出しさ、回心率高くなってるんだからさ。そうですね、はやぶさ切りとか。あ、まあそうですよね、2回攻撃できるからね。そうです、ワンチャン、ワンチャン。あれ、ここは同じにはやぶさ切り。まあ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 、でもダメだ。メラミを、うわー、どうやってんだよ。強すぎでしょ。回心率が異常だぞ。あのエキスのパワーか。俺が、いや、やっぱりちょっと格闘タイプは出やすいんですよね。あ、でも名前黄色くなってましたね今。うん、あ、本当ですか。うん、おっと、お互いいよいよ勝負の終盤のところで。ちょっと俺か、俺が右じゃないでしょ。ちょっと、いや、僕耐えてる。誰だよこれ。意識がもうろうとしています。最高、面白い。ギリギリ、あ、もうゾーン切れちゃったじゃん。あああ、これ分かった、次笑ってるターンだな。じゃあ、おお、お、詳しい。これそうですよね、もう笑ってんだろお前。おお、笑ってろよ。どうやらイレブン選手の読みが当たっているようです。はやぶさ切り。いや、ダメだやっぱり。あっと、あとちょっと、あとちょっと、ちょっと赤くなってますね。お互いもうギリギリの状態だ。あ、これ、これやばい。ウィングブロンガー。いけるいけるいける。ここは回転できる。いけるいけるいける。いけるいける。いけたはずだからね。メラミかな。メラミで。メラミ、メラミ。ここで魔法を使った呪文、メラミ。よし、そうだよね、お前。ブラック。もうハングリーが。中村さんの手の上で。ここですよね。転がされてますよ。回復に行くか。防御するか。そうなんですよ、だから防御に攻撃するか、もう攻撃にするかなんですよね。今、赤字しちゃうから。観客の声も盛り上がっております。まだ早いかな。オレンジは厳しいね。防御身を守った。うわー、頭
フラッシュが決まった強いすごいハングリー回復でしたね最後回復でしたね回心3つは辛いな。